ップに来ているんですけれども、まあ、こういうねルミネ限定のグッズとかも早速売ってますね。こちら夏限定のうちわだそうです。見てください、岩橋さんが丸坊主ということで最近撮ったやつです。これは最新ですよ、ぜひ買いに来てください。さあ、そして今日はこんなゲストが来ているぜ、こいつらだ、やったー。あー、思ったより朝一さあ、おはようね、吉本とかの握手会で日向屋でやってくださいあ、もう気がついたら日向さんの持ち客になってるぐらいだ。そう、持ち客、池田君のモノマネしてくださいって言って日向屋入れてもわけわからない。あ、ね、かなり入り組んでる状態になっちゃいますね。それはまずいた。リンゴです、よろしくお願いします。リンゴです、ありがとうございます。さあ、グッズ紹介ですか、日向さん。そうなんです、いつも、ね、見てますよ、こちらの。 ありがとう、はい、この動画でグッズ紹介してるんですけど、はい、なるほど、うん、なるほど。いや、俺はもう日向さんのグッズ紹介が好きでねもう本当にもう元気よ。日向さんも好きだし、グッズ紹介、何の会が好きだった、俺はやっぱね、あのブドウ、いや、ないよ、ないのよ、ブドウの会が好きでね、あの日向さんがもうね、あれよかった、やりたいけどないのよ、そのないんですか、はい、今回はですね、こちらです、連結ラバーストラップというものを紹介したいと思います。あら、すごい、すごいっすよね、これ。そうなんです、あの第1弾、第2弾が好評で、うん、はい、第3弾がついに出たということですよね。皆さん知ってますか、はい、第3弾、うん、僕らいるんです。やったお邪魔しました、ラバーストラップ、ついに。皆さん何回交渉してもね、あのもうすごい太った絵にされるんですよ。太ってるからや、もう絵なんだから痩せさせて交渉しても、誰ってなっちゃう、カッコつけんでええよ、悔しいよ。レインボー出てきたっていう喜びがあるからさ、でかいの来たレインボーやっていうの、これはもらうこと、こうやって触ってでかいレインボーや、そこでわかると。あ、なるほどなるほど、なってます、はい、どれが入ってるかわからな い、ちょっとでも自分らで自分ら当てたいっすね。そうですよね、さっき全種類のバラのやつがあるんで、あら、こちらでございます。なるほどね、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。こちら第1弾、第2弾、第3弾で、あとね、ちょっと今ないんですけど、ノンスタイルさんのがあるみたいです。金近ブスですね。お前はもっとかっこいいのに。お前はもっとイケメンやのに。金近、でも特徴捉えてる。あ、そしてこっちが。あ、来た。ちょっとこれ太りすぎじゃない？いくらなんでも。あ、いいじゃないですか。眉毛とほっぺた。お、もう受けてますもん。ほら。ほら、もう日向さんが大笑いしてるってことはそういうことよ。この眉毛なんなの？え、唯一っすよ。今までラバーストラップだけっすよ。こんなシールとかでも多分、ほら。ほら見てください。あ、ほんまや。そんな眉毛眉毛太なってる。ラバーストラップでなんとジャンボが眉毛太なるっていう。なんでそこだけ変えたくなったんですか、急に。でもちょっと確かに心なしか太ってるかも。え、マジっすか。そうっすよね、ほら、なんかでかくほらもうステッカーからラバーストラップで忠実に再現してるのに実数どんどんでかなるからなるほど、俺がどんどん太ってるたびに、ジャンボがでかなるからよ。これ皆さんにも当ててほしいっすね。だからこれがね、どれが出てくるかわからないですから、当ててください。いいっすか、はい。あ、ちょっと重いっす。あ、なるほどね、だから俺らのはでかいってことは重さでわかるってこと。マジそうちゃう。いや待って、でもあのこれがよう見て、イグジット、リンちゃんもめちゃちゃでかい。リンさんでかいわ。ミトリズさん、ミトリズさんも大きい。森山さんもでかいから。いや、これむずいわ。これずっしりしてません？え、ちょっと乗せてください。どっちが重いか当てる。完全にこっちの方が重い。やっぱこっちの方が重いわ。こっちや、マジで。これにします。これ実も一回選びよ。ノンスタイルから出てないので。あ、ノンスタさん、ノンスタさん当てる。あ、なるほど、わかりました。でも俺はちょっとユニバースさんも欲しいんだよな。あ、ジャルジャルさんとかも。これがノンスタイルさんです。オッケー。コツはノンスタイルさんファンの皆さんよく聞いておいてください。ここの部分がくしゃくしゃなのはノンスタイルさんです。いや、ファンってすな。はい、これはもう本当、これはもう間違いない。当てましょう。レインボー引いて、ひなたはレインボー引いてよ、せっかくやから。付き合いどんだけ長いか。ほんまっすよ、もう1年目の時からの付き合いですから。ほんまやで、ずっと友達なんだからこちらです。あ、もう嘘、聞こえる。
ちょっとネタ聞こえる。綺麗だって言ってる。ネタ聞こえます。綺麗だ、聞こえてるんだ。それすごい。じゃあこれで開けてみたいと思います。新商品の紹介をしたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。吉本芸人メモ帳と吉本芸人ソックスです。イエーイ。まずですね、ソックスの方は前から出てるんですけど、新たにね芸人さんが追加されました。人気芸人さんのたくさん見てください。めちゃくちゃ似てます。このせいやくんとかね、もうまんまです。ぜひ写真なんじゃないかと思うぐらいなんでね、ぜひあの皆さんいろいろ履いてね、靴脱いだ時に友達をびっくりさせてください。そしてね、こちらの大人気のメモ帳もたくさん種類出ております。そしてゲストで出てくれたレインボーも新商品が出てます。中はね、こんな感じでね、ちょっと3種類ぐらいに分かれてるのかな。なので手紙とかにも使えますんでね、ぜひ学校や職場で使ってください。